キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信も阪神タイガース、イエイ。リーグ優勝して、はい、1位は単独指名の下村海斗、うん、はい、おーってなったね。もうやっぱこれはなんか戦略だなって思いましたね。ねえ、だから俺はこの戦略は、まあ、岡田さんが公言なんかする必要ないやろって言った時点で、うん、スタートしてたんちゃうかっていうね、うんうん、だからまあ多分右投手を行くっていう情報が入ってたんだけども、はい、まあ、そしたら西舘か、まあ、常廣か、うん、ってなった時にね、あの西舘も常廣も取りますっていう球団が出てきたから、うん、重複になるわけじゃん、はい、だからいやこれ重複になって、うん、去年も外したぞと、うん、ね、外して森下だからよかったけどもと、うん、今年も当たる自信ないぞと、うん、それだったらもう重複を避けて、うん、いい選手を一本釣りで取ろうっていうところで下村ちゃうかっていう、うん、あ、もう重複避けるドラフト。まあ、確かにそこで西舘君とか常廣君行ってくじ外れても、うん、下村君は外れ1位でまた重複になる、重複になっちゃいますもんね、うん、また重複になってる可能性もあるから、うん、正直2番手候補だったけども重複するんだったらもう絶対取りたいからもう下村君行こうっていうね、うん、俺はもう重複を避けた戦略、うん、駆け引きドラフトだったんちゃうかっていう、うん、これもしだタイガースが下村君行くってなったら、うん、ひょっとしたらどっかがえじゃあって言って、うん、言ってた可能性もあるよ、ね、あります、あります、うん、もう隠し玉を行くときはもう重複なんてする必要全くないんだよね、うん、あ、じゃあ公言ね、うん、公言ね、だから公言する必要ないと思うんだよね、なんか公言した方が相手が減るとかそんなわけないから。そう、私もねメリットっていまいちあんまり分かんないんですよね。1ミリも俺はないと思う、公言するっていうことによって、うん、でも絶対欲しいからじゃあ行くっていう渡辺君とかもそんな気にしますよね、うんうん、逆に渡辺とかは公言したから、うん、あ、渡辺行く球団あんの、うん、じゃあもう行っとかなきゃだからってもなるわけじゃん、なっちゃった気がしますよね、うん、だからそのね公言派の人たちはいや公言することによっていや重複したくないからじゃあ外していこうっていう人が増えるって言ってるけど、うん、そんなの分かんないじゃんね、うん、こんなもん絶対ね言わない方がね全然いいと思うよ、うん、だってこれを言ったら重複、言わなかったら隠し玉みたいになると、うん、言うか言わないかで分かっちゃうじゃんね、その時、はい、おい言わなかったから隠し玉どっかトリッキーなとこ来るんちゃうかみたいなね、うん、なるから正直なんか言うメリット1ミリも感じないけど、うん、ね、こう下村君行って、はい、あ、佐々木阪神なんて言ってました、はい、特にこのポジションが欲しいというところはないと。で、まあ、北条選手、山本選手が戦力外になったので内野は取った方がいいかなっていう話でした。あ、やっぱり俺阪神のことよく分かってるよねやっぱりそうですね、あ、うん、あと見てた説あるけどね、はい、あ、そうやと思って、ね、あ、そうやと思って、やっぱそうだよなって、で1位下村君行って、はい、で2位に椎葉君ね、うん、アイランドリーグ徳島ね、はい、インディゴソックス、うん、濃いんだよね、玉林さん、ね、らしいですね、あ、うん、ミキハウスからね、はい、かなり、うん、でしかも地元じゃんね、大阪、しかも阪神ファンみたいですよ。そうなの、下村君も兵庫じゃないですか、うん、西宮、だから小さい頃からやっぱ阪神見てたらしいし、うんうん、椎葉君も阪神ファンなんですよ、うん、で3位がね、はい、山田君、うん、仙台育英の、うん、で4位がね、うん、桃崎君、うん、ね、あの東海大熊本星翔、はい、ね、で内野手、うん、で5位が一郎君ピッチャー、うん、JR 西日本、はい、で6位がね、津田君ピッチャー、うん、大阪経済大学、はい、去年の育成のやつも大阪経済大学、はい、佐伯君、うん、あ、新人王になるって言ってた、はい、もうちょっと、もうちょっと、5年優位あるからね、うん、で、育成に松原君と福島君のピッチャーとか外野っていう、はい、ところでほら、うん、ちゃんと山田、桃崎、内野手、うん、高卒、未来のために取ってますね、ちゃんとね、はい、北条山本クビにしたから、うん、見えてんだよね、うん、しっかり俺もね桃崎くん好きな有名人小池栄子、年上の人が好きだね、うん、そういう大人な女性がね好きなのかもしれないね、小池さん今ね主演ドラマもやってますから、やってるやってる、うん、ねえ、はい、で山田くんは、山田君はね、中田あっちゃん、あ、あっちゃんね、うん、うん、YouTube 見てる、うん、お、じゃあ見てくれてるんじゃん、俺らのやつ、お、かもしれない、お、山田君、いや、でもだいぶジャンル違うと思いますよ、中田あっちゃんたちといやいやいや、だって野球のやつも出てきてるから、はい、野球のやつも見てると思うね、うん、何かはね、はい、おすすめに絶対来るから、うん、そうですね、うん、俺のやつは、うん、そう、見てるかどうか分かんないけどね、はい、世代屈指のショート、はい、育英のキャプテンです、うん、だからここら辺はまあね、その次に向けてのバックアップ要員として良かったと思うし、はい、うん、で、椎葉君はリリーフかな、リリーフです、ね、絶対リリーフです、では今年はね、まあ、石井とか桐敷とか頑張れたけど、だから外国人投手に頼らないリリーフを構築していくっていう部分では良かったかも分かんないよね、はい、で下村君は先発か、
先発だと思います、ねねうん、右っていうところでね。だ今年はちょっとね青柳がパッとねしなかったっていうところと、うんはい、西純也もね、うん、ちょっと上がってこなかった、ね、森木君もねちょっと上がってこなかったっていうところで、うん、5枚目6枚目をしっかりね、うん、いいピッチャーで抑えとけば完璧だからね、うん、いやそうで1枚加わると熱くなりますね、うんうん、正直ね、うん、でまあ石黒君津田君っていうピッチャーも下位で指名して、うんまあ、盤石にしていくで野手だってそんなな、うん、いらんもんないるしねスタメン固まってますしね、うん、で後ろに控えるのがだってね糸原とか、うん、あとは小畑はい、とか DH なかったら鍋量とかも入るんですね。前川京もあります。そうだね、井上くんもいるし、で島田とかね、うん、足のある選手たちもいるからね、はい、だからまあここの高校生を取ってね、まあ、あとショートとか守れたら、うん、外野とかコンバットできるからね、うん、そういった意味ではここの高卒2人をしっかり育っていって未来のね、うん、選手としてはだからバランスいいよね。来年のことも考えてるし未来も考えてる、未来も考えてる、うん、ね。で育成に、まあ、ピッチャーとか外野っていうところも取って、はいね、何気に松原君とかも早いかも分かんないよね。めっちゃいいらしいですよ、うん、そうなん。そのサドテルが1軍から2軍落とされた時に、うん、北山の遠征行った時に対戦したらしいんですけど、うん、その阪神と、うん、三者三振に終わったらしいです。へサイドハンド気味からもですよ、50オーバーストーリー。あ、じゃあそこで目つけたんだ。そうなんですよ、うん、次としてもこれは上がってくるんじゃないか。サッサンも阪神がいいと言われてますけど、うん、言われて言ってる言ってる、うん、あの動画の中で。おさすがさすが松原君、はい、伊勢のラオウと鹿児島のラオウもいいんちゃうかって言ってたけどね、はい、でもこれちゃんと阪神はピックアップしてたんですよ。そうそうなんです、うん、伊勢のラオウを取るところに入ってたんですよ、うんねえ、はい、何気に、うん、いやでもめちゃくちゃバランスいいですね。いや袴田さん推しのね山田くんも入ってるし、うん、あ確かに山田くんだから阪神にいいんじゃないかって言ってましたよね。うん、だから先生が推してるやつが全然入ってないこれで竹が入っちゃってるんですね。見えてない、ね、見えてない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 ですか、うん、全然見えてないじゃん。一人も入ってないじゃん。名将の松本くんもさっき取られたからね。うん、まあまあそうですね、ね松本亮太くんね、うん、でもお前シーバくんそれでも言ってたかも分かんないよ。下村くんにしたからなんかシーバくんいますね。ああ、うんうん、それはありますね、うん、すぐ取ったほうんうん、で次はオリックスからスタートだから3位は東松くんがオリックス行ったから山田くんね、うんうん、袴田さん推しの、はい、うん、だから松原くんもだから岡留めと勝負なんじゃないですか。そうです ね、うん、でもうまくいったら来るかも分かんないよね、うん、早いうちにね。そうですね、開幕に向けて試合感になるかもしれないよね、うん、正直ね。意図がすごく綺麗に見えるドラフトですよね、うん、今の強いからって言ってもまあ近年ね高校生結構取ってたしね、はい、ピッチャーもね、うん、だからそこら辺もバランスも考えて来年の強さを保ちつつ、うん、未来に向けてもしっかり補っていって、うん、バランスのいいね、はい、で困ってないところは取ってないしね、うん、まあ、来年以降も備えれるし、はい、やっぱここら辺はやっぱ岡田さんの戦略がこうドラフトにもハマってる可能性あるよね、はい、だから盤石を築くかも分かんないよね、うん、まあ、ピッチャーはね怪我したり調子を落とす可能性あるからそこら辺もちゃんと抑えて2連覇できるようにね、はい、上昇軍団になるように。18年ぶりだからね、うん、阪神も優勝 ね、 そうですね、なんて言ってもね、うん、それを上昇軍団になるようにしっかり抑えながら未来に向けても足りないところを取ってるし、うん、戦力外のした選手も埋めてるっていうね、うん、意図が明白、はい、ということで阪神の評価です、はい、S です。おこれは S だね、はい、このまず下村君をまずその戦略的に単独指名で行ったっていうね、うんうん、結構あれだね、袴田さんつながりいっぱいいるな、青学とか、静岡ね。はい、ね、で今年も私の、ね、もう直属の後輩、静岡高校出身の子は、うん、ちょっと残念ながら選ばれなかったんですけど、うん、結構います、ね、青学今年3人いますから、ね、はい、だってドラフト1、6台、あ、じゃあ、トート7人いるんだよね。それって過去、確か最大でしたよ。竹内、うん、ね、で、下村、はい、常広、西立、草加だからね。細野くんもそうです。うん、細野ね、はい、そう、細野ね、はい、うん、すごいよね。あと、くじが7回行われたのも過去最多らしいです、うんうん、それは4回目までいかないでしょ簡単に ね、 ね、うん、そういった意味ではね、それをね、回避しながら、はい、神セブンの一人をね、うん、取れて単独でね、うん、で、先発とリリーフも抑えながらね、内野手の未来も、うん、で、まあ、ここ後ろもね、育っていけばいい、うん、
松原君注目やな、はい、これはね出てくるか見ときましょう、うん、俺の予想ではもう開幕の時には試合感になって、うん、キャンプオープン戦でアピールして、うん、試合感になって開幕にいます、うん、おー交渉宣言、そこまで予言しちゃいますよね、うんうん、ね、まあというところでね、はい、まあこれをね、このドラフトを引き下げて連覇できるかどうかね、うん、注目してみたいと思いますけども、タイガースファンの皆さんコメントまでどうぞ、はい。